おーうま。黒沢博さんは日本の小児集中治療の立ち上げに携わり、海外でも研鑽を積んだ医師です。うわーい、はい、去年日本で最も多く重症の子どもたちを治療してきたのが兵庫県立子ども病院の PICU です。ちょうどでもお昼寝に入ってましたねさっき座りながらうとうとしてたんで可愛いなと思って見てて、普通の子ですもんね、こうしてたら嘘みたいな、なんで ICU にいるんだろうっていうぐらい元気あるんでね。ランちゃんは重い肺の病気を患っています。20万人に1人の難病で、空気が常に肺を圧迫し、突然死をもたらす危険があります。昨日も夜中の0時ぐらいに具合悪くなって、そういう処置を必要としているので、常に24時間目が離せない。やっぱりすぐにいろんな何か必要になった時に処置できるような体制が整ってないと危ないと思いますね。意外と平気だったろっていう、大丈夫だったろ。 PICU は15歳未満の子どもの集中治療室。大人の ICU では心筋梗塞や脳卒中などが多く、 PICU は先天性の心疾患や子ども特有の感染症などを持ちながら痛みなどの症状を訴えることが難しい小さな重症患者を治療しています。この病院には25床のベッドがあり、医師18人、看護スタッフ92人が24時間体制で子どもたちの治療に当たっています。お疲れ様です。店員の方ですね。はい、で頭からお願いします。1、2、3。リアちゃんには生まれつき心臓に2箇所の穴が開いていました。そこに肺炎が重なり、高度な医療技術を持つ大学病院でさえ難しく、この病院にやってきました。結構CO2溜めてるんですかね。さっき山先生レントゲン呼んでくれる？一回撮るわ、はい、今 FRT いくつ？あ、ちょっと落として50、40まで落としていいわ。ハイフローだこの子。子供特有の症状を見極め、手術ができる状態に持っていくことがまず PICU の仕事。今は心臓に開いた穴から肺に血液が流れすぎているようです。血液の流れる量と呼吸を調整し、体の状態を安定させます。まあ、今呼吸がしんどいと、あとは心臓がしんどいということで、まあ、この今進行するとですね、はい、まあ、命に関わるような状態ですので、はい、まあ、それを今食い止めるために、はい、まあ、緊急で、一命は取り留めたものの、手術に向けて予断を許しません。まだ自分切り切ってはないので、うん、獅子の動きも見てる、ちゃんと獅子の動きは、うん、ちゃんと評価して、わかりました。そこが一番大事なところだから、はい、細かいところまでちゃんと評価して、はい、それなんかちょっとリスク甘く見てない？なんか、はい、PICU が日本にできて20年、小児科と集中治療科、2つの能力が
高い次元で求められる難しさもある。小児集中治療医は全国にわずか230人、 PICU も35の施設しかありません。よし、ちょっとごめんよ。似てるもんね。でもね、黒沢医師はもともと小児科医。数ある分野から子供を救う道を選んだのは怠け者な性格からでした。多分子供が相手だったら自分が一生懸命になれると思ったんですね。多分なんだろうな、基本怠け者なんですよ僕。基本サボりがちなんで。でも子供相手だったらこう、まあサボりそうになった時も頑張れるかな。うん、子供は何だろうな、無条件に助けてあげたくなるじゃないですか。しかし PICU は子供が一番亡くなる場所。子供好きだからこそ命を救うために PICU を選んだのです。あ、いやいや、食パン焼くだけです。作ってる。ゆで卵。朝、まず目を通すのが今入院している子どものデータ。その中でも特に気にかけている男の子がいます。小学2年生の雄大くん、自宅で突然意識を失いました。原因は脳出血。 PICU に運ばれ、すぐに緊急手術を行いました。写真はすぐレンズで見て測定で撮るとか、先生ともにその言語の中枢とかがあるので、ちょっと言葉を喋るとかだけなくて理解ですね、聞いた言葉を理解するっていうのも何受けてる可能性があるか。ただ同じような写真でも寝たきりの人もいれば歩いてる人もいたりするので、特にお子さんの場合は回復することも多いので何とも言えないです、はい、ただもうこれはもうギブアップしましょうっていうようなところまではまだ行ってないかなっていう。普通にではないけど、まあ、喋ったりとか自分の意思を伝えるっていうこともできるかもしれないですけど、まあ、お話した通りちょっとその言語に関しては本当にその大元のところがやられてる感じはあるので、ちょっとそういった言葉喋る理解するっていうのは少なくとも障害されてる可能性があるわけですよね。黒沢医師の PICU でさえ雄大くんのようにすでに負ってしまった脳のダメージは最小限に抑えられても回復させることは難しいのです。大体あれですか、お話聞けてますか？質問とかできてます？冷静になってきて、数値は何を見てるんだろうとか、はいはい、やっぱりね、どうしてもすごく混乱されてたと思うんですけれど、すごくその中でしっかりお話を、ね、されるご夫婦だなと、お父さんお母さんだなと思って、周りに今こういう状態らしいっていうのを言えるようになってきたと思います。はい、いやすごいですね。別の日も黒沢医師は再び雄大くんの家族のもとへ。帰るのも目標やもんね。
なんとかね、今日まで持ってくれたので、はい、よかったです。やっと手術できるまでたどり着けて。はい。心臓の病気があるリアちゃんは PICU での処置を経て、なんとか手術の日を迎えました。心臓に2箇所開いている8ミリの小さな穴を塞ぐ難易度の高い手術です。 ACD570、手術は7時間に及び、無事成功しました。あとは合併症とかね、そういうのないようにって言って、こちらでしっかり見させてもらいます、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。3週間後、リアちゃんは退院し、自宅へ帰ることができました。そして脳出血を起こした雄大くんも退院する日が決まりました。飛行機が好きなんですけど、飛行機がいいのかなとか、うん、あ、そうだ、飛行機とか新幹線の絵が、あ、そうなんです、ね、そう、部屋に飾ってあった、そういえば病室にね、飛行機がほとんど見えなくて、見えたらいいのにな。退院は決まったものの、脳へのダメージは大きく、後遺症が残りました。雄大くんは3人兄弟の長男。病院で回復を待つより、弟たちの声が聞こえる自宅の方が脳にいい刺激を与え、回復につながると考えました。弟たちにも話したら、やったーって言ってたので、家族的には一応前向きな退院として、頑張って、これからまあ帰ってくるからいっぱい話しかけてね、頑張ろうねっていう感じでは一応捉えてるので、ね、うん、欲を言えばね、もっといろいろできたらせめて言葉がね、喋れたら一番本人のストレスも軽減できていいのかなとは欲を言えばあるんですけど。本当はもう少しね、後遺症が少ない状態で、ね、助かってほしかったなというのが正直な、まあ、悔しいというかね、そういう感じですけどね、うん、まあ、お母さんがその欲を言えばってお母さん言ってましたけど、ね、それは、まあ、かなり遠慮してそう言ってたと思いますけど、なんですかね、なんか別にあれ以上のことができたかとかそれは分かんないですけど、あのぐらい、うんとね、命をなんていうかつなぎ止めるだけじゃなくて、ね、もうちょっとでもね、良くしたかったですよね。まあ、もちろんまだ分かんないですけど、もう少し回復するかもしれないけれど、でも今の時点であのぐらいの後遺症を残してるっていうのは確かなので、初めてですよ。ね、そうですよね。声が初めてなのは本当に。うん。
最後の砦っていう言葉はよく使われますけれど、まあ、そうあり続けるためにはやっぱり質を保たないといけないので、このぐらいの子が助かるのは当たり前だよっていう、そういう意味でその普通に助けるようにしたいというか、普通に助かるじゃん、当たり前じゃんっていう、別にそれが当然だよっていうふうにしたいですね。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10をよろしくお願いします。